はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回はパワープロ2018栄冠9の続きをプレイしていきましょう。もう本当にいよいよ甲子園にいい加減出ましょうということで、2回目の甲子園出場を目指して頑張っていきましょう。でまず早速金曜日に公式戦が始まるので、この公式戦で勝ち進んでいくことが絶対条件になりますんで、天才肌の都市堀野を要するこのパワちゃん高校としてはなんとかね勝ち進んでいきたいなというところなんですが、堀野に関して言うと決め球のフォーク、これ変化量5まで上げたので、あとはもう球速、スタミナ、コントロール、これをバランスよく上げていって、まあ、絶対的エースの座に君臨してもらいたいなというところですね。で前回からですねお話してるとは思うんですが、今の高校の方針としては投手力、守備力中心のチームにはしているんですが、まあ、打撃の方もしっかりと育ってはきているので、本当に期待できるんじゃないかなというところなんですが、いきなり1点を先制してくれてるね。そして4番の荻原、ここはねもう強振で流し打ち、広角を持ってるはずなんで荻原は。ただここはゲッツーだな。まあ、1点だと正直言って心もとないので、ここは一発を狙っていきましょう。これは切れていきます。お、これは入るか、切れていく、いや入ったね。まあ、さすが荻原という一発かな今のは。で堀野くん、まあ、急成長を使っていきますか。もう、いや見せてほしい、天才肌のピッチャーですからね。ボテボテの当たりだけど、まあ、堀野に関してはやっぱ投手の時に急成長を使った方が良かったかな。まあ、ただこの後1試合有効な急成長が入ってるんで、確かね堀野くんのスタミナは D だったと思うんで、まだまだ投げられるはずなんですよね。ここは決めに行こう、試合を。まあ、5点ぐらい点差が開いてくると、まあ、安心感があるかなというところなんですよね。その5点、そして荻原でしょ。ここはもう揺さぶって引っ張っていこう。これはただセカンドゴロだね。で堀野くん、堀野くんもさヒットちょっと打ちたいよね、急成長のために。よし抜けていった。で今日ホームラン1本打ってないね。まあ、それでもパワー D あるからな。まあ、打率は1割2分5厘ですけど、これでヒットタイムリー1本打って、打率がどうだろう、1割2分5厘から少しは上がってくるんじゃないかな。岩崎が打ちに打ってるんだな今日は。ホームラン2本打ってますね、打率3割。たださすがに3本目とはいかないか。まあ、ただ0点のままこのまま堀野くんが言ってくれれば、まさに急成長。中溝もちょっと打ててないんだね今日は。これは落ちない、落ちないね、センターが追いついてます。
ノーアウトランナー二塁一塁でちょっと点が取れないっていうのかな、どうなんだろう。よし、抜けていった。あの4番の荻原のところで、まあ、バントをして送りバントをして中溝のところで確実に犠牲フライっていう攻め方をした方が良かったのかもしれないですけどね。今日は川北まさにお祭り男だな。4打数4安打。さらにこれは入るんじゃないの？いやー、やっぱり打撃力もついてきてるんですよね、今のこのチーム。荻原はここは打ち上げですね。さあ、ただこの裏抑えれば、それこそコールド勝ちですね。で、守備力も鍛えてるんで、まあ、守備でオーチョンボっていうのは少ないはずなんですよね。これボテボテの当たりだ。どう？ちょっとボテボテすぎて一塁セーフですね。ここはもう荻野に最後まで、いや、堀野くんですね。堀野くんに最後まで投げてほしいけど、これはどう？ランナー帰ってこさせるな。大丈夫だね。いやー、0点でいってほしいな。よし、最後はスライダー。ちょっと堀野くんのスタミナをだいぶ使っちゃったような気はしますけども、まずは完封コールド、いいスタートを切ったんじゃないかな。川北くんが調子安定、いいね。よし、堀野が超ノリノリはでかい。マジででかいぞこれは。まあ本当は1回ぐらいお休みを入れたいなという感じはするんですけどね。どうしても特に投手堀野のスタミナ、体力かな、スタミナっていうよりかは体力に不安があるので、ちょっと2回戦目以降は点差が開いてくるようであれば2番手のピッチャーも投入していきましょうという話をしているところで、いきなりちょっと先制はされてますね。ただまだ1回なので、この1点差早めに追いついてしまえばまだまだチャンスはあるかな。しかも逆転してくれている。ここで湯山、ツーアウトランナー一塁なんで、まあ、ヒッティングしかないですね。追いついて勝ち越してっていう、まあ、シーソーゲームの様相になってきてるんで、ここは湯山だったらパワー B あるんで一発狙えますね。ちょっと確認だけしときましょう。守備職人ダメ押しだよね。パワー B。中溝、この後って考えるとやっぱり上位打線、
上位打線で決めておきたいので、強振の引っ張りでいこう。バタバタの当たりだな。大暴投とかになってくれるとね、いいんですけどね。ワンアウトランナーが二塁。ここは9番の菅原くん。わあ、うまい。この送りバントはうまいな。で、1番に変わると。池上か、1年生。まあ、正直1年生だったら、能力がむちゃくちゃ高いっていうことはないと思うので、まともに勝負すれば勝てる。1点っていうのはちょっと怖いんで、できればもう1点2点欲しいところなんで、ここは送りバント。でピッチャー堀田ですね。ここは自ら、点を取ろう、タイムリーを放とう。どうだ。当たりは良かっただけに、ちょっと飛んだところがレフトの正面っていうのがもったいなかったかな。今のうまく、もうちょっとね、レフトの右か左か、ライン際か、左中間にボールが飛んでれば、タイムリーになったかなというところだと思うんですけど。内角に変化球で攻めるってちょっと怖いけど。ランナー警戒してるね。最後はスライダー。ホームラン2本打ってる彦坂くんか。ここはじゃあ低めで勝負していきましょう。よし。1点差だと堀野をちょっと下げられないんだよな。これがその将来的にどう響いてくるか。これは一塁アウトだね。さあ9回の裏、湯山、ここはもう変えよう。違う堀野くん変えよう。石澤、あとは服部、藤野、まあ、ここは服部かな。ストレートは速いんで、速球で押していけば押し込めるでしょう。速球の低め中心でいこう。ね、いきなり抜かれるか、怖いな。ただここから下位打線に入っていくんで、この下位打線でしっかり抑えていければ。とはいえ今日の金井くんはすでに3本か。よし、危ない危ない。今のが抜けてたりすると本当に逆転負けっていうシナリオがちょっと見えてきちゃうところだったんですけど、まあ大丈夫ですね。ただ沼田もホームラン2本打ってるのか。抜けていくか。いやー、これで長打が出ると同点になるっていうところで、どうする。ここは守備を上げたいんだけどないからな。さらに能力を上げていこう。うわ、持ってかれたー。マジかー。いやー、やられた。やられたよー。いやー、彦坂しかも球速いし。マジか。
だボテボテだ。いやー言葉が出ないよ。マジかー、逆転スリーランを浴びちゃいましたか。堀野を信じるべきだったんだな。ちょっと言葉が出ないですけど、堀野くんが3年生になる、その夏の大会に向けてチームを立て直しますか。あそこは堀野を信じるべきだったんだな。堀野を信じれなかった、もしくは堀野を休ませたいっていう欲。高校野球はその連投とかがねちょっと選手の負担になってんじゃないのっていうので、投球回の制限を設けたらどうかとかそういう話もねあるようなんですけど、本当に今堀野をちょっとでも休ませたいっていう一心から服部を投入したんですけどね。さあ合宿の前なんで、そうそう、練習メニューの温存をちょっと考えておきましょう。切り替えなきゃいけないって自分に言い聞かせてるんですけど、それでもやっぱりちょっと辛みがあるな。練習指示はもう早速使っちゃって、織野くんはコントロールを上げていきましょう。小俣くんはそろそろ球速、石澤は制球が上がってきてるんで球速だな。で次世代の選手としては矢部、あとは八幡、この辺りか。板垣はちょっとパワー振っていく、いやミートが先だな。熊野くんはパワー上がってるんでちょっとミート上げていきましょう。1年生の永瀬、まあミートが上がってきたんで、まあ将来的な正捕手として肩ですね。白石はミートかな、片桐は弾道、いや白石も一旦弾道上げとこう。熊谷も弾道、みんな弾道3までは上げときたいよね。一旦ちょっと全員今回は弾道練習に変えていく。田代1年生パワーだな。で残しておきたいので言うと、ホームチェック制球とホームチェック変化球、この辺りは残しておきたいので、まずは守備レーンを入れよう。あしまった、ここでまたならず者だよ。コース投げ込み、球速、ペッパー、ペッパーやってメンタルトレーニングを消していく。ただメンタルはメンタルでね、特能関係で言うと割と悪くないんで。本当に投手中心のばっかり残っちゃったな。何も起きなかったと言っていいな。いや何にも起きないな、この合宿ちょっとひどくないか。いやこの合宿はないぞ、マジでない。
いやー、何なんだよ、あの逆転スリーランを食らったあたりから全てが悪い方向に行ってるな。堀野どうした、堀野。絶対的な信頼を置く堀野くん、徹底的に鍛えていこう。こうなったら、ちょっとグラウンドの土のレベルがだいぶ悪くなってきてるんで、ここアイテム使ってちょっと上げていきましょうか。本もだいぶ使ってこう。もう根性丸、もう本使えないんだよね、堀野くんに。あ、使える、よし。堀野の根性丸はでかい。結局目標としてたグラウンドレベルを上げるっていう目標はあまり達成されなかったけど、あとは木曜日のアイドルですね、あそこで。どうするかだな。スケジュールの見直しも早速使っちゃう？ろくなメニューはないので。ただ確実にホームチェックの変化球でアイドルに止まってからスケジュール見直し使うのが確実かな。よし、練習効率かなりアップしたところで5のメニューが来てくれればいいね。コース投げ込み、堀野の制球がググッと上がってくれれば。堀野のコントロールは1ですね。で土曜日にもまた姫アイドルが来てるんで、あそこでまたググッと選手の能力を上げていきましょう。まあ、ここはこのまま真ん中のアイドル道を突っ走る感じかな。
さあ問題は土曜日のアイドル、テンションを上げてくれるのか練習メニューを上げてくれるのか、どっちだ。結構ここ大きいですからね。テンションか。いや、いいんだよテンションでも。ただもともと僕自身がテンションが高いタイプじゃないんで、テンションがアップしたとかって言われてもちょっとピンとは来ないんですよね。さあホーリーノはコントロールが C まで上がったんで、球速を155まで上げていこう。まあミートはみんな最低でも D、 できれば B くらいまでは欲しいからな。ではちょっとマネージャーの助言に従って起用設定を入れておきましょう。板垣は正捕手だね。で福住が4番。まあ田代がちょっと弱いかな。ただ田代に代わる選手もいないというのも事実なので、まあ、このオーダーで挑むか。まあ、堀野の出来次第と言っていいからな、このチームは。前評判 E の高校との試合か。まあちょっと1回戦負けっていうわけにはいかないんで、投げ込みして公式戦の1回戦目をちょっとここまではプレーをさせていただきましょうか。でその後食事会を使って体力を回復して公式戦の2戦目に入っていくというのがいいかな。福住もね、ミートが B ぐらいまで上がってくるとちょっと信頼性が上がってくるかなというところで期待が持てるんですけど、今だとまだ CB なんで、まあ、今のチームメンバーの中では最も打力があるんですが、さあ4番その福住、入ってくれ。よし、あとはこの点差をじりじり広げていこう。福住は流し打ちをつけてあげたんでね、本で。これはただちょっと当たりは浅いですね。さあ、ツーアウトランナーが二塁一塁で、田代か。まあ、田代くんは、チームの中では最もスタメンメンバーでは打力が弱いんですが、きっちりつなげてくれたね。うん、打ち上げた。
コアリングポジションにランナーを置いた状態で4番の福住っていう場面があんまりないな。これは当たりは浅いね。で白石まだヒットが出てないな。よしうまい、これはうまいバッティングだな。横田もまだ打ててないか。やっぱ上位打線で点を取っていってる感じで、下位打線になると急に弱くなっちゃうねっていうことを言ってるとこの当たりだ。さあ堀野、ここは点を取られたくないぞ。急成長を遂げてくれ。よし、下手したらボテボテの当たりでスクイズっぽい感じになっちゃうかとも思いましたけど、よしゲッツー。いやー今日はホームランは出るね。まあ相手がゼフ長の投手だというのはあるんですが、それにしてもだ。これは切れていきます。ああいう風に前にボールをね落とす分にはセカンドとかだったら全く問題ないですからね。前ならいいんですよ、前なら。後ろにね反らしちゃったり後逸しちゃったりするとちょっと厳しいんですけどね。まあ、所詮前評判 E の高校といえばそれまでですけど、ただこの県大会で敗退するわけにはいかないので、せめて関東大会できれば春の甲子園に出場したいんで。そしたら30分過ぎちゃってるんですけど、この県大会あともう1試合なんで、そこまではちょっと皆さんにお付き合いをぜひぜひいただきたいなというところで、続きをプレイしていきたいと思います。持ってかれたけどこれは大丈夫だろう。よし、いやー球速を高めておいてよかった。やっぱりねこの堀野君には球速155キロっていうのを一つの目安に鍛えていきましょう。この先のことを考えてできるだけねみんなノリノリになってもらうようなそういう活躍をしてほしいんだけど、今日足川くんが全く打ててないけどここは打ったね。2点タイムリよし、これで11点目。いやー初戦相手の高校のレベルがいいっていうのがあるんで、まあ、手放しで喜べないっていうのは夏の甲子園大会の地区予選大会で逆転スリーランを受けたところでもうコリコリなんでね。
ここはさすがにとはいえホリノを変えていきましょう。石澤くんかな。ちょっとでもね、経験を積ませるために投手はちょこちょこ変えていきます。これはセンター落下点、大丈夫だね。じゃあ矢部くんの次、もう一人ピッチャーを投入していきましょう。でせっかくなんで出番のないね、守備も交代していきましょう。三塁福住を下げて、田代も下げる。抜かれていく。まあ、ただ8点差はさすがにないでしょうというところなので落ち着いていきましょう。オッケー。まあさすがにという感じかな。ここはもう一戦ちょっとお付き合いをお願いします。でまずは食事会をして、さあここは確実に勝ちたいけど堀野は危険なんで、まあ熊野くんかな。鴨川高校の戦力がちょっとわからないからな。まずはなんとか1点先制したいんですが、先に鴨川西高校の戦力確認しておきましょう。横須賀、いや菅君だね。浦島、若林、まあ、打力がむちゃくちゃあるっていうチームではなさそうですね。で横田君も一発乱調、球速149キロ、サークルチェンジか変化量5ですね。噂はとかこの辺りは転生プロだよね。さてはお中央球場の魔物がある。いきなり魔物を使って先制点を取りに行こうじゃないか。いやー魔物発動できなかったのか。1点、まあ、取ったは取ったけどもうちょっと惜しかったな。魔物を発動したぐらいだったら2点3点と欲を出したかったけど、今ので魔物が発動してるとね、多分エラー出してくれたんだろうなという、そんな場面だったんじゃないかなとは思うんですが、大丈夫。
いや、今のはちょっとランナー突っ込めなかったか。まあ、ちょっと確かにポップフライみたいになっちゃった。ボールが浮いちゃった分、ランナーは突っ込めなかったよね。なんとか1点、もう1点取りたい。ボテボテだ。まあ、堀野が1点も取られずにこのまま0点で抑えてくれればもちろん1点リードしてるんでいいんですけど、まあ、早速ピンチが来てるからな。速球内角勝負でいこう。よし、いやー正面でよかったね。正面でこれもショート、うまい。いや本当に守備に助けられてるな。これはさすがに抜けるか。ランナーは帰ってこれないよね。さあワンアウトランナー三塁一塁、ここだな、ここだ。よし、こういうまあイージーな当たりでアウトカウントを一つ増やせるのは本当にありがたい。よし、ナイスプレー。ここのピンチはまずはしのぎましたね。ピンチの後にもう1点2点取りたい。ここはノーアウトランナー1塁なんで送りバントでランナーを進めよう。で4番福住、ここだよ、ここだ福住、頼むぞ。構えはいいよ。うん、フォアボールか。雰囲気はあったかなと思ったんです。ここでも魔物がいる。頼むぞ魔物。落ちるぞこれは。そもそもが魔物がなくても今のはタイムリーになって、タイムリーは無理かな。ただヒットにはなってましたよね。ここは意表をついたヒットエンドラン、ピタリと当たったな。池上はこれ、いや若林くんも含めてみんなちょっと動揺してるね。エラーが多い。ここはスクイズでダメ押しだ。いやー本当にエラー多くなってきてるね。GG 佐藤じゃないけど、いや何なんだこのチームマジで。あれ地方球場の魔物ってさ、1打席だけじゃなかった、ずっと続く感じ。これ続く感じだよねどう見ても。だってこんなことってないでしょ。いや堀野もしっかりタイムリー打ったし、これは魔物の効果が続いているとしか思えないな。こんなことは多分ないと思うんで。そうだったか。奪三振が2しかないんだね堀野くんは。いや本当ショート足川本当にうまい、助けられてるね。
さあ、じゃあまた例によって守備と投手を変えていきましょう。で、前回投手としての出番のなかった小俣くんを投入して、守備を大きく変えていきます。おっと、永瀬、まあ、本来永瀬はレフトの外野をこなせる選手じゃないんで、まあ、しょうがないね。これは板垣が落下点に入るね。よし、ちょっと逆転スリーランで甲子園の地区大会2回戦で負けた、その傷を引きずるかなと思ったんですが、ここは地区大会の県大会ですね、無事勝ち上がりましたね。選手も成長をしっかり遂げてくれている。中堅に上がったところで、じゃあ今回はね、ここまでにさせていただいて、次回この続きまたプレーをしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。